スイッチから入ってもた。サボんなよ、サム。サボってへんし。嘘つけ。とりあえず踊りに入りますみたいな張り方しようってバレバレや。うっさいわ。全部全力で飛んどったら最後まで持たんわ。打ったら決まるんやから決まれや。それともあのちっこいブロック怖いんか。怖いわけあるかい。貸したもん返さんし。俺のジャケット貸して。それは一回返したやつが言うセリフや。食ってへん。おい嘘つくし。ラッキー。ほんまやな。プリン一個貸しや。三個パックのじゃねえやつ。ごめんって。おさむ、2セット目のとどめさせたれ。あと今日のサービスエース俺の圧勝やぞ。やかましいわ。ホームラン勝負とちゃうぞ。お前もたまにやるやろが。お前がいらんこと言うからや。あた、あるやろ。おさむが一番身に染みてんねやから。攻撃するんだ。てめえが絶好調でもこっちがそうやないときもあんちゃるがい。なんかダメなときは。やめとけってお前ら。あかんって。身も蓋もない。おい。けど低くて短かったな。何贅沢言うとんねん。俺セッターちゃいますけど。今ならスカイラブハリケーン使えそうや。そう。お前下な。あ、お前下に決まっちゃるやろ。負け犬の遠吠えか。あ、俺は負けたわけちゃうぞ。何言うとんねん。高校のか。双子飛ばしすぎや。多分アツムの一番恵まれとる点は体格よりいろんな能力よりおさむなんやと思う。どんなに他人が追いつけへんスピードで突っ走ったって互いが互いに絶対追いついてくる。